ばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。こんばんは。明日から生誕、そうです、そう、明日から今年も生誕くじがあるみたいであるみたいで、はい、18時からちょっと公演始まる30分前とかなんですけど、よろしくお願いします。18時から。あります。リクエストソング狙いいきます。おお、リクエストソング何本だった？そう、5本、あ、5本しか設定してないのか。やず10でもよかったなと思ったけど、今、まあいっか、もう今更変えられないからねまあまあまあ、10だと逆にね、なんかあれだから、まあ5ぐらいがちょうどいいよね。こんばんは。ギフトありがとうございます。こんばんは。ありがとう。こんばんは。足長ゆずちゃんのアクリルが気になる。気になる？私もでもまだ決めてないんだ、その素材をその素材は決めてなくて、一応3種類って出してるけど、何の3種類か私もまだ分からんのよ。だからちょっとお楽しみにぐらいしか言えないんだけど、はい、こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。外の音うるさいな。こんばんは。今年もでもね、結構考えたんだけど、生誕くじは私本当になんかステッカーを本当はやりたくないんですけど
そう、本当はステッカー嫌なんだけど、なんか本当はクリアカードだったんですよ、そこの枠が。けどどうしても無理ですって言われて、今年もステッカーになっちゃった。本当はなんかトレカみたいな、なんかグッズのシングルとかで出るトレカとか、なんか普通に観覧車とかの搭乗券的な感じの素材のカードみたいなのにしたかったんだけど、無理ですって言われて、だからもう仕方なくステッカーにした。って感じです。仕方ないから、私がステッカーにしてあげた。そう、まあいろいろあるみたいで、ステッカーで大丈夫ですかって言われたので、大丈夫ですって言ったから、ステッカーどうして嫌なの？え、値段に見合ってなくない？だって500いくらとかでステッカーでしょ？え？ってなるじゃん。だったらさ、クリアカードとかの方がさ、なんかいいじゃないですか。っていう、そういう考えです、私的には。あと缶バッジとかもあんまり、なんて言うんだろうな、なんかあんま使えなさそうだなと思って、缶バッジもだから入れないっていう、なんか謎のこだわり。こんばんは。パソコンにステッカー貼る。本当に？なんかそれちゃんと使ってくれるんだったら嬉しいですけどね。なんかお手紙とかも、なんか迷う、まあお手紙はなんか、なんだろうな、毎回ないんですかって、毎回っていうか、まあ去年からしか言ってないんだけど、ないんですかって言われるけど、お手紙はね、なんか、なんて言ったらいいかな。いろいろ難しいんだよね、お手紙だとね。手紙ね、確かに嬉しいけど、なんて言うんだろう、誰に当たるかがまず分かんないっていうのと、なんて言うんだろう、なんか本当に、なんかめっちゃさ、なんか、なんて言うんだろう、難しいな、すごい本当になんか在宅みたいな、在宅で応援してますみたいな方とかに当たっちゃったとした時に、やっぱお手紙ってその方にのことを考えて書くのに意味があると思うので、実はそう、だからそういうことがなんか、うんってなっちゃうと嫌だなと思って、ゆずは選ばない。なんかちゃんと、なんて言うんだ、本当に分かる人とかだったらいいんだけどさ、なんか試しに回してみようでお手紙当たっちゃったとかだと、そう、そこまでそんなことあるか分かんないんだけど、そう、それだと私もなんて言うんだろう、どういう、誰に向けて書けばいいんだみたいになっちゃうから、そう、それだと困るのであんまり書かないです。こんばんは。まあ、嬉しいんですけどね、そう、最近ファンになってくださった方とかも回してくれたらいいなって思ってるけど、そう、そういう方とかがまだ会ったことない、私に会ったことないけど気になっては いるみたいな方とかに当たった時に、そう、ちょっとね、そこら辺が難しいなって思って、そうっていう話。私も難しいし、なんかファンの方もね、なんか、うーんって思っちゃうかなって思って。でも手紙いいよね、なんか直筆っていうのが。A型部分が出てる。
そう、私さ AB 型だからさ A 型の日と B 型の日があるみたいな、なんかそういうのあるんですよね。そう出てる、本当に二面性だから、いい意味でね。 A 型の日と B 型の日があるっていう自分の中で、 A 型の日はちゃんとしようって思うし、 B 型の日はちょっとなんか適当でいいかなみたいな、なんかちょっと雑になっちゃうよね私生活の中でね。お仕事の時はそんなこと思わないけど、今日はちょっとなんかこういう感じでいっかみたいな、ちょっとなんて言うんだろうな、こんばんは。なんか全体的にさ少ないのかさ、 AB 型もさそんないないじゃん。でさなんか MBTI 診断っていうのがあるんだけど、それもさ私全然いなくて、一緒の人がなんか貴重な人間なのかな私はっていうぐらい、同じ MBTI の人あんま見かけない。私の診断が間違ってんのか本当にいないだけか分かんないんだけど、そう全然いないんですよ、寂しい。なんかこんばんは。変わってるもんね、私変わってんの？そう。そう。ギフトありがとうございます。ありがとう。でもなんかもう一回やりたいんだよな。MBTI 診断。なんかさ、難しくて。なんか。よくわからん難しい言葉でさ説明してくるからさ、わかんないんだよね、言葉の言い回しが難しい。ギフトありがとう。お値段高いそういうのじゃないです、普通にネットでできます、ネットでできるよ誰でも。でも何回やってもね、 E にはならない、 I にしかならないってことで陰キャですね。そう、外交的ではないらしいです私は何回やっても E からにはならないので、 E から始まることは私はないらしいから、 I からしか始まらないです、何回やっても。こんばんは、ギフトありがとうございます。やってみようかな、やってみよう。最近流行ってんだよ、流行ってるっていう、もうだいぶブームは過ぎ去っちゃったかもしれないけど、そうおすすめ、意外となんか一緒の人とかなんか相性とかあるんですよ、そういうので意外と楽しいからね。私もメンバーとなんていうの診断とかしたんだけど、ISFP と ESFP の狭間、 I と、S、E 違う人いるの、すごくないそれ。あ、ありがとう、ミラーボール。こんばんは、ENTJ、 いいね、なんか指揮官かっこいいな。ゆずね、ISTJ、ISTJ、ISTJ だな、ISTJ です。ISTJ、ISTJ、うん、
それです。あんまいない、あんま見かけん、悲しい。こんばんは。結構時間かかる。かかるよ、かかる、めっちゃかかります。かかるし、なんか普通にでも時間かけてやっちゃダメなんだってなんか直感でパパパパってやるのがいいみたいな、あんま時間かけちゃダメらしい。管理者っていうの？私管理してるの？知らなかったよ。昨日のアーカイブ見た。昨日のやつはね、本編まで見た。あとあれだけです。なんだっけ、アンコール、アンコールだけ。こんばんは。 ISFJT だった。そう、なんかさ、その最後の T とかあるじゃん、それが分かんなくてさ。そうだから、それも含めもう一回やりたいんだよね。でももう一回やっても多分愛にしかなんないんだけど、やりたい。こんばんは。ENFJA だった。 A とかあんの？すごい、なんかすごいな。管理者誠実で信頼度ナンバーワンだって。やだ、ちょっとみんなみんな私のこと信頼して。信頼度ナンバーワンらしいよ。やっぱ私しかいないってことですね。信頼、信じられるのは私だけってこと。そういうことです。こんばんは。さ、今 MBTI 診断ってさ、なんか本当になんか有名っていうか、なんて言うんだろう、なんかもうみんなやるみたいなもんだから、なんか日プのなんか特技とか、特技とかあるじゃん、好きな食べ物とか、その欄に MBTI があるんですよ。すごくない？そこまでって思うけど、めっちゃ面白くない？プロフィールにさ MBTI 書いてあるんだよ。めっちゃ面白いよね、そういう時代。すごい、なんか見た時面白すぎてさ、びっくりしちゃったいや、なんかさ、なんだっけ、僕が見たかった青空みたいなグループの方たちのさプロフィールにもさ、なんかパーソナルカラーが書いてあってさ、いやもうそんな時代なんだと思って、私もパーソナルカラー診断したいなと思って。プロにやってもらったんかな。私もやりたいんだけど、なんなら MBTI よりやりたい。パーソナルカラー診断やりたい。でも高いんですよね、すごいお金かかる。パーソナルカラーと顔タイプと骨格やりたい。やっぱ自己判断はね、ダメだと思います。良くないと思います。なんかいろいろそういう系やりたいな。こんばんは。すごい足がしびれそう。
新公演でブルベのチークって歌詞出てきた時に時代感じたね。え、本当にそう、それやばくない？めっちゃ面白くない？それブルベのチークって、すごいよ。そういう時代、ちなみに私はブルベです。イエベではないです、ブルベです、ブルベです。本当かどうかは分かんないけど、結構みんなにブルベだねって言われる。どっちだと思いますって言うと、ブルベっぽいって言われる。でも私あの自分でねやったことないんですよ。人からしか聞いたことない。こんばんは。確かなんかブルベ冬だったかな。そうでもブルベ冬ねいないんだってあんまり。そうでも夏かね、わかんないんだよね。男性もあるんかな。ありますあります、誰にでもあります、そういうのは誰にでもあります。こんばんは。アミちゃんに冬っぽいって言われました。 INFP でした。おお、早速やってて。 INFP ってなんか多いって聞くよね、わかんないけど多いらしい。 INFP ってなんだっけ、 IN なんたらって多いって言わない？なんか IN なんたらって多いって聞いたことある。こんばんは。ブルベとイエベの中間のグリーンベース最強説。なんかさ、ブルベとイエベでも分かんないのにグリベとか出てきたらもうこっちが困るんですけどって感じだよね。本当にますます分かんなくさせてるわ。こんばんは。骨格タイプも知りたいし、もう 何でも知りたい。自分のこと何も知らないんだって思っちゃう最近。本当すごくねやりたいです、そういうの。こんばんは。遺伝子検査もしたい、もう何でもしたい。どうしよう、ギフトありがとう、ありがとう。あ、本当ハロウィンだ、今気づいた。昨日がルーム違ったからハロウィンになった。遺伝子やった、いいなぁ。いつもやりたいんだよね。アレルギー検査してきました。アレルギーもやってないな、もうここ数年、ここ数年やってないな。やりたいな、でもない気がするな。ない気がするな。SK 入る前にね一回やった、アレルギーは。でも何にもなかった、綺麗にゼロ。健康、いや本当に全く食べ物のところもだし、動物とかも多分何もなくて、あとなんて言うんだろう、花粉とかなんかそういうの何もなかった。少しも反応してなくて、なんか
びっくりしちゃった。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。そう、花粉症ね、私違うんですよ。毎年怯えてんだけどね、いろいろ、なんかインフルエンザとかもだけど、いろいろそういうものは毎年なんか大丈夫かなって思って生活してるんだけど、なんか普通なんだよね、毎年ね。花粉症ね、しんどいよね。好きなのに食べられないの一番嫌だ的な感じですか、これ。でもなんかナスがね、なんか怪しいけど、なんかめちゃめちゃなんか体に異変が出るとかではないからあれなんですけど、ナスが怪しいだけ。他はもう自分が嫌いみたいな食べ物しかないね。自分から拒否してるものが多すぎて、そろそろなんか直したいんですけどね、無理そう。やっぱ嫌いなものは嫌いっていうので無理そうです。秋の花粉やばい。秋って何の花粉？杉とか、杉花粉みたいなやつ、稲花粉みたいな、そういうの。こんばんは。いいね。大変だ。野菜なら何が食べるの？私野菜好きだよ。野菜は好きだよ。野菜は毎日食べますから、野菜は好きですよ。逆に野菜よりフルーツとかの方が嫌かも。野菜はだいぶ好きです。なんか特殊なものは好きじゃないけど、あの定番系はいけます。全部定番系って何って感じだけど、野菜は基本大丈夫です。なんか物によるみたいなとこはあるけど、全然大丈夫、いける。むしろ好きですよ野菜。サラダ買うぐらいですから、サラダ屋さんで。うわ、特殊な野菜とは、特殊な野菜、なんかパプリカとかさ、なんかグリーンピースとか、あとなんだろう、なんかゴーヤとか、なんかそっち系、なんかあんまりさ食べることがなさそうなものがあんまり好きじゃない。トマトがダメです。トマトがダメ。あ、セロリは大好きです。セロリはいけます、なんなら好きです。トマトはダメですね、やっぱね、なんかうえってなる。で、食べれるんだけどね、食べたくないって感じ。食べれるんだけど、なんかおえつとまではいかないんですけど、なんかうーってくるものがある、トマトは。春菊はもうね、春菊は欠かせません、私に、のすき焼きの具材に入っててほしい。なんなら春菊オンリーでもいいですってぐらい春菊大好きです。ジュースもダメなのかな。え、ダメです、
トマト全般が無理、ケチャップだけ大好きです。でそういう人多いですよね、トマト嫌いな人って。私もそのタイプだよ。トマトジュースも無理だし、なんかプチトマトはちょっと我慢したらいけるけど、大きいトマトがダメだ。なんかトマト丸かじりとかいるじゃん、なんでそんなことするかねって思っちゃう。そんな絶対できないもん、無理無理です。ケチャップはもうすっごい好き、まあすっごい好きって言っても普段使うことないけど、あんまりケチャップはすごいもう好きです、とっても。こんばんは。パクチーはまだ食べたことないんだよね。どういう味なの？結構でも絶対癖ある系だよね、あんなの。ダメっすわ、多分。私にはわかる、多分ダメ。こんばんは。でもまあ好きな食べ物だけを食べればいいと思うので、私は無理して嫌いな食べ物は食べなくていいです。好きなものを食べてニコニコしましょう。それが一番いいよ、やっぱり。無理して食べなくていいです。こんばんは。お寿司だけあれば生きていける。いやでもなんかそれはそうなんだけど、なんかこの間のトーク会、おとといだっけ、おとといか、おとといってやってるのトーク会のケータリングのきゅうりが美味しすぎて、これがあれば生きていけるかもって思った。やっぱきゅうりって美味しいんだよねっていうのをマリンと話してて、やっぱきゅうりと白米があればいけるなって思った。全然おかずになるやんって思いました。すごいすっごい美味しかったんだけど、でもなんか味付けがよく分かんなくて、でもいい意味でね、いい意味で味付けが分かんなくて、めっちゃでも美味しかったんですよね。あとオクラが美味しかった。なんかオクラのなんかごまあえみたいな、なんかごまって感じのやつ、すっごく美味しかった。お皿いっぱいに入れましたもん、私。オクラとキュウリ。スタッフさんっていうかな、ケータリングの方にも、あ、それだけですかって言われたぐらいには、なんかお皿の半分オクラにキュウリだけ乗せたっていう、なんかすごい見た目が不思議のケータリングになっちゃった。こんばんは。ネバネバ大丈夫。でもネバネバとか大好きなんだけど、オクラとかさ他にネバネバ思いつかないんだけど、納豆とか好きです、好きです、とっても。あ、とろろか、好きだわ。オクラだけでご飯いっぱいいける。え、わかる。いや、この間のさ、そうオクラのごまあえみたいなのが本当に美味しすぎて、本当に美味しすぎて、味付けが好みすぎて、
しかも結構そのオクラ出てくる確率高くて、ケータリングでもうガッツポーズしちゃうもん私。なんか東京幕張メッセの会場でよく出るんですよ。もうガッツポーズしちゃう、心の中でガッツポーズしてるから。本当本当に美味しい、毎日食べたい。最悪お寿司っていう食べ物がこの世になくてもオクラとキュウリがあれば生きていけるなって思うってぐらい美味しいです。こんばんは。お肉いらんの。いや、お肉好きだけどね、魚派。魚の方が好きです。私なんか焼肉食べたいなっていうよりも、お寿司食べたいなっていう気持ちの方がマジで大きすぎて、焼肉なんか食べるってなったら食べるけど、あんまり焼肉行かないってならないかも。でみんなが行くなら行くってぐらいかな。お寿司の方がテンション上がっちゃうね、やっぱ好きな食べ物だからだと思うけど、お寿司の方がテンション上がっちゃいますね。あんまりだしメンバーと焼肉行かんかもしれん。こんばんは。え、意外ともう53分だ。早くない？本当に？めっちゃ早いやん。どうしよう、めっちゃあとすぐで終わらなきゃかも。55分になったら終わる。ちゃんと見とけばよかった時計。やらかしてるわ。意外ともう。そっか、やつ今日15分からやってるんだ。だからだ。すごい早いなって思った。だからだ。そういうことですね。びっくりです。よく休んで。よく休んで。よく休みますか。でも明日手綱だからね、楽しみですね。手綱はどうしようね、髪型ね、どうしようかな。ごめんなさいね、急に終わっちゃって。私もこんなつもりじゃなかったんですけど、意外ともうこんな時間だった。びっくり。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。また明日。ありがとう。ありがとうございました。バイバイ。また明日ね。おやすみなさい。ありがとう。バイバイ。